前髪 V 字の土方さんだって惜しいと言ってもいいでさねえ土方さん。ん、何が？全然 V 字じゃないけど、全然惜しくなんかないけど、全然宝くじなんか興味ありませんけど。土方さん、おお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 お。何をしてんだお前は！その前髪は、その V 字前髪はまさか。そんなわけねえだろ。土方さん、惑わされないでください。あんたに子供なんていませんよ。そんな安い手に俺が惑わされると思ったか。さっさと子供だけ置いて気を失ろ。俺が面倒見る。思いっきり惑わされてんだろうが。なんだこれ。ところ宝くじなんて見てねえよな。何をしてんだ君よ。そこの、やばい、やっぱり鬼の副長の目はごまかせない。こんなところでお目にかかれるとは奇遇じゃねえか。ここで会ったが100年目。あの、後でサインとかもらっていいですか。マリオって、東四郎くんへって書いてほしいんですが、ここに。奇跡のバカがここにいる。抜けねえ。あげまってよ。と見せかけて角をおでこに刺しませう。土方さんまでミスター。ああ、議員さん、土方さん、悪いけど手貸してもらえる？棺桶運ぶの。すいません、今僕左肩外れてるもんで。僕はこの通り骨折してるんで申し訳ないっす、おばちゃん。土方さんやべえですね。思われた気が。土方さん絶対やられます。くだらねえ。くれてやれるならくれてやりてえ、こんな邪魔なもん。ありがとう。いや、ありがとうってどういうことだこれ。ざまねえな。バカやってる間に俺たちはゲーム進ませてもらうぜ。いて、なんでだ。おっと、チッパスは死んでしまった。どうやら看板に足の小指をぶつけ、ヒットポイントがなくなってしまったようです。どんだけ弱えんだ、スペランカーか。すいません、命だけは勘弁してください。通りの裏でも何でも舐めますって。誰だこの誰は。くそー、大変です。今よろつやの旦那が将軍に乗って。あ、ちょっと待って、どうされ局長。そこのお兄さん、私とちょっとお茶して。うるせえデブ。あの人マガジン派だからね。ちょっと貸して。しかも一昔前のヤンキー漫画。ジャンプ派はつらいぜ。副長、いつの間に。違うんです、これはあの、あれ、本の厚さが似てるんで間違って買ってきちゃって。おい。はい。トラブルって超面白いよね。振り向かずに聞いてくれ。マヨラさん、抜くんじゃねえ。これまでお前には話してなかったことがある。なんでございまするか。実は俺はマヨラー製の王子なんだ。マヨ、お餅抜いてもいい？マヨ、どうしたらいいの。これじゃ何もできないわ。お前ら一体何しに来たんだ。おい、いいことを教えてやるよ。全ブレーキって知ってるか。副長壊れだしたよ。キャラじゃねえ、セクハラ発言しだしたよ。諦めモードだよ。マウンテン組出動だ。ここは俺が指示する。あとは俺に任せて先に行け。どこにだ。で、オタクはどこの星に行くの。ハメクセ。ハメクセ。あんな田舎何も見るとこないよ。タバコ畑しかねえし。何しに行くの。決まってんだろ。
タバコ吸いに行くんだよ。喫煙者なめんじゃねえぞ。ホットでクールなパーリーの始まりだ。 Here we go! レッグパーリーロッカーザ・ニーダロー。なんで俺たちでレッグパーリーしなくちゃならねえんだ。なんで近藤さんがハーレ・ゴリッドソンになってんだ。盗っ人心得その1、闇を味方とし光を仇としろ。敵の明かりを狙うんだ。やれやれ、給料未払いとはつくづく見下げ果てた野郎だ。ガキども、ついでに未納の家賃も引きむしっときな。従業員を苦しめるブラック企業はこの俺、新選組副長土方藤四郎が許さん。何急に土方さん面してんだ。ブラック企業はてめえだろ。なんだ、お前もドリラーだったのか。奇遇だな。今度はあれだったら一緒にドリルコンテストでも出てみね。ドリルコンテスト、やだ、出たくね。そんな大会、こいつそんなもんに出場してたのか。なんて恐ろしい野郎だ。ひょっとして幽霊でも出んじゃねえかってビビってんですか。オケ、なげねえだろ。死体なんか見飽きてるっつうの。七台立てるぞ。これ、土方さん、そっちも死体入ってますよ。いや、マヨネーズラインの入り口が。しっかりしてくださいよ。あ、おお、俺もほとんど年中エロン入。俺なんてドラゴンボールで一番好きなキャラも、ヤムチャの子分のあれ。それプライだろうがい。あれ、奇遇ですね。タバコ吸えました。帰り道ですか。ちげえや。え、どこへ行くんですか。ブリーザ倒しに行くんだ。え、ブリーザ。俺たちも入るぞ。自然にしてろよ。てえ、どこが自然。絶対逃がさねえ。どうしよう。逃げて逃げてどうにもならないときは、仲間も荷物も全部捨てろ。ちょ、まあ、こいつで指名だな。出てこるのは。ったく、どいつもこいつも人気投票なんてくだらんもんに踊らされやがって。なんで俺がこんな目に遭わなきゃいけねえんだ。3位なんざ取るんじゃなかったぜ。土方さん。じゃあ土方さんは外でいいですね。下がっていいんだもんね。パンツも順位もずり下げられていいんだもんね。開けろってから。おい、トシ、ウロンハイ入ります。何、ベジータの名シーン再現してんだ。それベジータがトランクスとの別れで見せた伝説のデレシーンじゃねえか。今ジョンズ立ち取れて。ユンシー、そうだわれ。ウイスキー、ホロロンカ。伝説の誰、全く効果ねえ。ベジータこっちの世界で成立しねえ。よろしくお願いします、シャザンさん。戦闘要請シャザーンです。よろしくお願いします。なんでだ。それでもやるってんならやれよ、悪ガキ。うわー。